はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。うい、うい。ということで、本日はですね、古戦場、肉集めということで、えー、もうもはやね、あのー、準備はさすがにしなきゃいけなくなってきた古戦場、かなり近づいてきた古戦場なんですけれども、今回肉集め編成、俺これいいじゃんっていう風に思った編成を、5パターン。 紹介していきたいな、というふうに思います。はい。まあ、パターンっていうのが、例えば、ベルゼバブ召喚殴りとか、そういう感じのパターンですね。で、その中でキャラクターを入れ替えるっていう、まあ、なんか、こういうキャラでもできますよ、みたいな感じで紹介していければな、というふうに思います。はい。まあ、土、HP がやっぱね、あの、1000万ぐらい増えて3500万とかになったことで、編成とか色々悩ましかったり、新ジョブのスマヒヒトが来たりして、どうすんだよ、これみたいな感じで言われてるような印象なんですけど、まあ、いいや、これ。え、これいいじゃん。 っていう風に思った編成がまあ、ちょいちょいあるんで、まあ、その辺りについて喋っていければなという風に思います。それじゃあ早速やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。では、まず1個目でこれ1個目なんだけど、ちょっと俺俺ができてない。うん。クオンの指輪が23個必要だったりとかかなりね。理想系をなんか装備ギリギリでちょっと要求量が高いから、あの組める人が少ない。編成なんだけど、理想を言うのであれば2プラ終わり。 っていうのが一番早いっていう風に言われてます。はい。まあ、俺ちょっと今回、あの、完成度が高くないんだけど、あの、いけるとこまで行ってきたんで、ちょっとその編成紹介するね。はい。で、えー、ま、編成としてはスマヒヒとペンギーラジエルククルっていうような感じですね。まあ、後ろできる人はウリエル主食だと思う。今回ウリエルカイムでやってます。一番近づける方法として。はい。で、えー、ま、スマヒヒとのアビリティはツープラとダメアビ、赤アビ2種類。 で、えー、ラジエルのルブルム。うん。フラウムかな。えー、ルブルムを銃にする。で、通常攻撃時に一矢火が自動発動するようにしてるっていうような編成ですね。まあ、これ話題になってるやつだな。ペンギー、ラジエル、ククル。うん。武器編成は俺はこんな感じでやってるんだけど、ちょっとま、あ先に問題点言う前にちょっとじゃあ完成品見せちゃおうか。はい。で、ま、あ一応討伐自体はできます。この編成も。はい。いくでぃ。スープラドン。ダンダンダン、バン。 だんだんだん、ダンダンダンバンだんだんだん、ダンダンダンバンだんだんだん。はい。こんな感じで、え、討伐する。2プラトンのみで討伐するっていう編成ですね。あの、アビリティって硬直が少ないんですよね。めちゃくちゃ高速でアビリティ回していきますよっていう編成の場合は、あの、超高速でグラブル周回できますっていう人は、2プラ終わりっていうのが、まあ、いっちゃん早いんだよ。うん。 なので、えー、まあ、こういう編成を組めるなら理想なんだけど、例えば俺の場合、この編成なんだけど、あの、ラジエルの TA が確定してないんですよね、この編成。主人公は方転火撃で TA 確定してて、ペンギーククルは TA 確定サポアピ持ってんだけど、ラジエルがね、TA 確定してないから、え多分この編成逆立ちしても80%とか70%ぐらいにしかならないんじゃないかな。うん。まあ、だから完成度的には低い。 まあ、実用には耐えないけど、一番、俺が組めて一番近いのがこれだった。っていう感じだね。多分、あの、皆無編成引っこ抜いて、あの、ウリエル主宿とかにして、あの、ワールドエンドとか増やす のかな？TA 確定だったりとか、まあそれ以外で言うと、まあいちご一振りの連撃覚醒とかで、えー、トリプルアタック確率プラス10%とかをして、えー、まあ TA を100%に持ってったら、まあ、確実にできる2プラのび編成自体は組めるみたい。うん。ただ俺はちょっと組めてないって感じだね。これ代用はないかな？キャラ代用とかないと思います。はい。 で、えー、まあ、武器編成、週末が誘惑のチェインだね。うん。誘惑のチェーンで強化効果12個、13個を稼いで、まあ,あ、とは、あれだな、えー、スマヒヒトのサポーターアビリティ、強化効果が18個以上の時、通常攻撃後敵に持続性ダメージ、防御ダウン、火ダメアップってのがあるんだけど、強化効果18個以上っていうのを召喚石もろもろで満たして、 今回メインしトリプルゼロなんだけど強化効果18個以上を満たして通常攻撃2プラトンのみでぶん殴るっていう編成ですはいたださっきも言ったんだけどクオンの指輪の必要数が多かったりとかまああの例えば俺パイルスマッシュ2本目が4凸じゃないんだけどまあもうちょっと無理だなって感じその時点でうん とか、そんな感じになっちゃったんで、まあそういう意味で少し居自体は高め、なんか難易度自体は高いけどできたらいいよねってのが、まあこの2プラのみっていう編成です。はい。 で、えー、まあ次に、まあ俺はいいかなっていう風に思ってんのが、攻撃のみですね。う,うん。攻撃のみっていう風なのは、まあ、さっき2プラのみと似たような感じなんだけど、攻撃のみだったら、例えばサブリナとかを入れやすくなります。サブリナは攻撃開始時に自分の HP が最大な時、自分に土属性追撃、プラス TA 率アップっていうのがあるんだけど、まあ、攻撃のみだと追撃効果を追加で得られたりとか、特殊技を打ってくるんで敵が。 特殊技に反応してアビリティを使うっていう、まあ、優秀なエミリアとかを使いやすくなったりとかもするし、うんまあ、あの例えば召喚石でいうと水着ベリアルのカウンターとかも視野に入れて動けるようになるので攻撃のみだと、まあ、途端に動きやすくなるんですよね。はい で、えーまあ、今回紹介するのがこういった形の攻撃のみ編成。まあ、こちらはフルンティング使う形になるので、まあ、相変わらず高いですけど、まあ、攻撃のみとかはやっぱ難易度的には高めなので、まあ、その辺りはちょっと仕方がないかな。サブリナ、エミリア、オーキス。工場キャラ3人衆にはなってるね。週末は誘惑のチェーンでやらせてもろてます。ちょっと実際に行ってみましょうか。うん、これ石ね。かぐやでも行けたかな。確か。うん、これは。 おおおおおおおい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 いいトリプルアタックが確定して23%残るんだけどカウンタープラスファイスソードでいけるみたいな感じだね。うん、まあ、これ まあこれはもうちょっと、まあ今石かぐやだから結構ギリチョンに見えるんだけど、まあ石また別で火力系の石にしてあげれば、あのヒット数、連撃系、エミリアがダブルアタックとか、オーキスダブルアタックとかしても、まあ十分倒しきれるラインになるんで、まあこの辺りちょっと各自調整って感じですけど、俺の場合は武器がまあ、ちょっとパイルスマッシュ無突入ってるんで、うん。まあまだ理想じゃないよねって感じではありますけど、こういう形も組めるみたいなところっすね。はい。 まあこういう感じの攻撃のみだったら、カウンターだったりとかも入れるから、まあ装備の,あのラインは大きく広がります。キャラクターとかも自由度が高くなってて、まあ俺ちょっと用意したんだけど、まあサブリナ、エメリア、オーキスとか、あとこのあたりが結構おすすめですかね。うん。オリビエ、シンダラ、サラーサ、ダーンとククルうん。まあ、あとペンギーとかね。トリプルアタック確定のサポーアビ持ってんのはククルとペンギーですね。うん。 で、それ以外のキャラクターはトリプルアタックが発動した場合に恩恵がありますよ、系のキャラクターかな。まあ、オリビアはトリプルアタック、まあ、強化効果12個以上。誘惑のチェーン使ってたら、通常攻撃1回ごとランタゲヒットとか、まあ、オリビエとかで代用もできるかも。シンダラはトリプルアタック時になんかデバフつけるトラテープがつくから、まあ、トラテープ効果。まあ、サラサは T a ージ4ダメ上昇とかあったりするね。 で、まあ、ダントはトリプルアタック時に追撃効果。まあ、これ被りづらい追撃が発生するから、まあ、ダントとかは優秀かな。みたいな感じだね。うん。といったようなところで、まあ、代用キャラとかはまこの辺りで、まあ、このあたりで、今回紹介されてるキャラクターの中から、 まあちょっとぶち込んであげれば綺麗になるんじゃねえかなって感じですけど、まあ、何にせよ攻撃のみっていう風になると、まあ、片面家具やフレ家具やとかも視野に入るから、まあ、結構いいっすね。はい。まあ、ダメージ自体にゆとりはあるんで、まあ、なんか連撃が確定じゃねえやってなった時は火力を底上げしてどうにかするとか、ダブルアタックでも大丈夫みたいな状況を作り出してあげた方が、まあ、結構綺麗になったりするですけど、うん。こういうのもありますね。 あとは、ま、あ俺、個人的に、一ポチ系の中で使いやすいなーっていう風に思ったのは、これだね。うん。ラジエル一ポチ。うん。こっちじゃねえや。えー、ラジエル一ポチ。 っていうのが、まあ、個人的にはかなり使いやすかった。ラジエルニアビ一ポチ系統だね。主人公をグローリーにして、まあ、強化アビバコバコ。で、ま、あとサポートアビリティの3個目。通常攻撃の余ダメージアップとかをつけたりして、ま、あとサブリナダーンと、まあ、通常攻撃でぶん殴ってくっていう編成なんだけど、これがちょっと装備的にも緩めだし、フレンド両面格やとかも適用できるし、かなりいい感じでしたね。あのー、 ラジエルの <laughs>、ニアビの効果って、TA 率50%アップらしいんですよ。はい。ラジエルのニアビで TA 率50%アップなんで、両面かぐやだったら、これでトリプルアタックが確定するんだよね。まあだから、これで、ラジエルニアビ攻撃のみ。みたいな。うん。まあこういう編成が、まあこういう編成は、まああの、かなり候補に入るかな。っていうような感じだね。 まあこれちょっと装備的にかなり4カウンター前提なので少しギリギリちょんちょんなんだけど、まあもうちょっと装備を鍛えたら、まあどうにでもなるみたいな感じだね。今回はリミ武器なし、な、課金武器なしで組んでます。えー、サブキャラはウリエル・カイムっていう感じになってて、はい。 ta 確定でこういう感じで処せるんだけど、まあ、例えばパイルスマッシュだったりとか、いちご一振りだったりとか、まあ、両面かぐやだからね、火力が高い系の武器、まあ、あと人狂編の攻撃タイプとか、そのあたりあったらぶち込んであげるだけでめっちゃ楽になるんだよね。ちょっと実際にやってみていい例えばだけど、まあ、ここパイルスマッシュを入れます。例えばだけど、ここを人狂編攻撃タイプを入れますとか、うん。 例えばだけど、ここ、えー、いちごひとりの方がパワー高いんじゃないかな。ちょっといちごひ振りよりこっちの方が高いか。うん。よいしょ。まあ例えばこれで行ってみようか。うん。これでやってみると、火力はばっこり上がるはず。にやび、攻撃。まあ一ポチするとね、かなりねー、 あの着る範囲がさらに広がって両面家具屋とかも視野に入れられる。残り hp5% なので、まあ、1カウンターか2カウンターでどうにかなりますね。まあ、これだとかなりまあ、なんか実用的な風に見えないですか？はい。 ま、ということで、えー、ま、こういう、家具屋、ごめん、嘘。ラジエル、両面家具屋、ラジエルニアビのみとかは使いやすくて、両面家具屋でおすすめっていうような感じだね。まあ、必須になるのが家具屋っていうのがちょっと難しくて、家具屋のメイン装備時効果って DATA25% なんだよね。プラス。あこれがないと逆に使えないから、家具屋を持ってない人ができないっていうところで、ちょっとこれは難しいのがそこになるっていうような感じだね。うん。 まあ家具屋持ってる人はこういう編成を組んでみても面白いかも装備的には緩めにできるのでおすすめですねはい。 で、えー、まあグラブルを真面目にガッチャンコやってますっていうんだったら、個人的におすすめしたいのが、フォリア1ポチってやつ。これも、これはね、装備が無課金でもいけるんだけど、あの、ばっこり強いやつ、ジーク探検とかをばっこり入れるっていうところがちょっと難しいところになります。これはフォリア1ツープラっていうような感じになってて、うん。 まあ、アビリティ2ぼちになるけど、まあ、攻撃よりも硬直自体は短いので、まあ、これもありな感じだね。えー、これは、家具や。メイン紙家具やでも、あの、家具やじゃなくても大丈夫っていう感じになってます。伸びよとかでも大丈夫。 なんでかっていうと、あの、フォリアの、浴衣フォリアの1アビを使うんだけど、浴衣フォリアの1アビは、トリプルアタック確定になるからなんですね。連撃系をここで、あの、満たして、ま、あと火力持ってぶん殴る。みたいな構成になってます。じゃ、ちょっと実際にやってみましょうか。うん。まあ、これ、両面かぐやで大丈夫だね。うん、フォリア1、2プラトン。うん。これで、うん。 今のダーンとの DA の段階で終わるので、まああのかなり火力的にはゆとりがあるような感じになってます。もうちょっと武器緩めても一応大丈夫っちゃ大丈夫かな。週末は虚偽と挫術になってて、うん。で、まああとは火力をばっこりっていう感じ。えー、今回、白虎方剣が入ってるんだけど、まあ白虎方剣よりもちろんパイルスマッシュの方が火力高いです。はい。 まあこっちの方がベストではあるんだけど、まあ、リミ吹きなしでもいけるよってとこを見せるために、まあ、これでやってたっていうような感じだね。うん こっちの方は、まあ、石が何でも、あのメイン石が家具屋である必要がないので、まあ、家具屋4凸持ってないよ、家具屋4凸スルーしたいよ、みたいな場合の時はおすすめできるかな、っていうような感じになってますね。はいまあ、ただし、問題点としては、ジーク探検とかいっぱい必要だから、そんなもん持ってねえわ、っていう風になったら、まあ、できないっていうような感じだね。はい フォリアの攻撃大幅アップを生かすから基礎火力めっちゃ大事なんだよねジーク探検ないとこの編成は作れないっていうような感じになってますはいでえー、まあここら辺までが割とわかりやすくおすすめできるかなーって感じなんだけどまああとはもうバブ攻撃とかになるんじゃない普通に <laughs> まあ装備編成は適当にやりつつまあ、パナケイアにした理由はあれだねエクスクシャスラ入れてる感じだな通常ダメージ上限ダメージ上限えー、なんか えー、弱体を受けてない時土追撃みたいなのあるんでまあこれはまあベリアルなしでも大丈夫みたいな感じだねベリアルがなかったら追撃つくのかなうん。 まあそんな感じなんだけど、誘惑のチェーンを使ってるのであれば、オーキス。誘惑のチェーンとか渾身を使ってるんだったら、オーキスがおすすめ。えー、虚偽と斜術とかを使ってるんだったら、さっき見せた別のキャラクターがおすすめです。ペンギーとかね。うん。ペンギーとかククルとか、まあそのあたりトリプルアタック確定系のキャラを入れるとクリアしやすいんじゃないかなーっていうふうに思ってる。うん。 で、えー、こちらの編成の場合は、フレイシュはまあ、ルシュとかバハとかでいいんじゃないかなとっていうふうに思うんですけど、うん。これで、ケイオスレギオン使って攻撃するっていう感じだね。この編成は防御デバフがあるので、まあ、装備火力がめちゃくちゃ高くなくてもどうにでもなりますよっていうのが魅力的な部分だね。でこれで特殊技飛んでくるんだけど、まあ、今回はエミリア入れてるんで、ファイスソードで確定で終わってますね。 まあもしくは水着ベリアル入れてるからカウンターのダメージで倒したりとかも見れるし、まあダメージのゆとりはめちゃくちゃ多いっていうような感じになってます。はい。まあこういう編成とか、まあ最終的にはこういう、まあバブ召喚殴りからクリア重視入って、そこからステップアップして、例えばだけど、ラジエル2殴りとか、フォリア12プラとかで入って、まあ最終的には攻撃のみ。 とかまあ最終的に2プラのみとかでいけたら幸せかなというふうに思いますはいまあ3500万の編成いろいろ調べたり自分で触ったりした感じはまあそんな感じかな結局ステップアップまあこのバブ召喚殴りからステップアップしていけたら幸せやんと思いつつもまあバブ召喚殴りもね あの、全然悪くない。全然遅くないので、まあ、バブ召喚殴りでもいいのかな、とか思いつつ、まあ、適当にやらせてもらってますね。はい。皆さん何使うか、良ければ下のコメント欄で教えてください。ほら、またお会いしましょう。じゃあねバイバイ。